ということで、こちらババン、ちょっと逆こちらね、私茶碗に、協力していただいている GI26 低 GI プレミアムベルギーチョコレートダーク、こちらのチョコレートをね、どんなものか、この間動画スポンサーつきました言うて動画にしましたけど、これどういうものか言うとね、まあ低 GI だと。低 GI ってどういうことと、 GI 値が高いと、血糖値が上がると。で、血糖値を上げると、下がった時に眠くなったりとか、太ったり痩せたり、そんなのがいろいろあるということで、パフォーマンスを一定にせよということで、低 GI、 GI 値があんまり上がらない食品っていうのが注目されてるんですけども、キャベツとかね、誰が食うねんつ、デブはチョコということで、チョコのね、チョコなのに低 GI、 しかもこれ食べてほしい、マジで味はうまい、普通のチョコ。うん。で、これを、まあ、俺の場合は、起きて5粒。で、食事の前に5粒。で、そっから、まあ、集中力切れてきたな、みたいな感じで5粒、みたいな。だから、血糖を入れたいけど、血糖値は上げたくない。そんなデブにおすすめマストアイテム。で、これを食べて1ヶ月ぐらい経ちました。やっぱり最初スポンサーつきました。みんな買ってねって言うけど、まだ試してないのに言ったってさ、無責任じゃん。だから僕も1ヶ月試しました。ところでね、いいところは、二つありました。まずは一つ。ラーメンを食べる前に、これを食べると、ラーメンを大食いしても眠くならなくなりました。家系とか二郎系とか、肉野菜ボンバー入ってて、もう腹いっぱい米食いたいみたいな、腹いっぱい肉もやし食いたいみたいなラーメンを食うと、お腹いっぱいになって眠くなっちゃってたんですよ。っていうことはよ、ね、別にいいじゃんって思うかもしれないけど、そう、昼間に食ったら昼に寝ちゃうわけ。朝起きて3時間ぐらい作業してお腹空いたから二郎系食おう、寝ちゃうわけ俺は。でもそれが防がれました。だからまあ作業効率はアップということですね。うん。あと、ゲームに関して、これが多分メインだな。ゲームに関して集中力がね、持続するようになりました。うん。で、この間ね、それで俺これやべえなと思って、いつまででも集中していられるじゃんと思って、ツイッチの方でこれを食べながら24時間配信したんですよ。眠くならないし、集中力持続するんだったらいつまでもゲームできるんじゃねえかと思って。うん。で、結果ですよ。結果、普通に、18時間ぐらいやって寝ました。はい。なんでかっていうと、これは血糖値の上がり下がりで、まあ、飯食った後に眠くなるとかの眠気は防げるけど、普通に疲れて眠くなったのには効果ないということです。うん。そりゃそうだよね。そんな話は聞いてなかったもん。俺が勝手にそういう風に思っちゃってただけ。でも結局18時間は結構持続して集中できました。うん。戦績も、まあ、FIFA なんで、FIFA をやったんで、そもそもそんなにめちゃめちゃ勝てる感じではなかったんですけど、全然もうグダグダになっちゃって、めちゃめちゃ負けが込むとかもなく、その時間はずーっと、集中、ある程度集中できました。ギュッと集中してて、まあそこそこ集中みたいなとこもあったけど、その常にギュッとはできないけど、まあそこそこ集中ぐらいは維持できた。ああもうダメ、ああもうダメっていう風にはならなかった。ああもうダメってなった時には18時間もう寝てたってことで。でですよ、今回、ちゃまくんちチャンネルの皆さんにも、これをぜひ食べてほしいということで、ちゃまくんモデルのチョコが出ることになりました。今回、チャマモデルの、パッケージ買ってもらった方には、こちら！チャマくんステッカー。チャマくんステッカー、このどちらかがつくと、びっくりマンシール的なノリで楽しんでいただければと思います。今現在ですね、5袋。5袋で2700円。そして、10袋、15袋とあります。10袋は5400円。で、15袋が8100円ということで、集中！ラーメン！大好き。でも、眠くなりたくない。そして、ゲームに勝ちたい。そんな方々に、おすすめの商品となっております。ぜひ、皆さん、買ってくださいませ。紹介文の方に、販売ページの URL 貼っておきます。そして、そうね、このチャマくんステッカー、チャマくんステッカーもみんな欲しいと思うんだけど、みんな欲しいこのチャマくんステッカー、買うために、もらうためには、その、コードみたいなのが入ってて、そのコードも、この買うときに、このコード入れてねみたいなコードも入れておきますんで、ぜひ、そちらを入れてご購入くださいと。ちなみに、このコード入れないと、チャマくんから売れたみたいな風にならないんで、シールいらない人も、ぜひ、
チャマコード入れて買ってください。そしたらチャマすごいやんってなって、このチョコレート会社の社長からお礼のディープキスされるんだよ。そんなチャマに春を訪れさせてくれチョコレート、ぜひ皆さんにお勧めしたいと思います。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら、バー。はい、ということでね、まあ、勉強とかもいいんじゃない、スポーツは知らんけど、でもホームページ見たらプロアスリートの人ともこう契約してたりとかするんで、運動とかにもいいし、勉強でしょ、ゲーム、あとラーメン、この4つすぐこの4つに当てはまる人はね、もうぜひおすすめですので、ご検討お願いいたします。最後までご視聴いただきましてありがとうございました。コメント、チャンネル登録よろしくお願いいたします。さようなら、バー。